はい、こんにちは。ビッグボーイと。ビッグママです。今日はね、久々にゾンビローじゃないかと。超久々だな。超久々で、ブラックオプスの1のあの、なんとかかんとかゾンビッチをね。木のでやっていくぜ。ゾンビは。まあ、野良だけどね。そうね、俺はここいた、お前に取られた。俺ここは帰った。じゃあ、爆弾を探しに行くべきか。じゃあ、俺は上に行こう。懐かしい。てか、リーフになりすぎたってせいで、なんか感度がやけに高く感じるな。ほんとね。感度高いよね。ナイフ。6発撃ってからだろ。そうだね。ぜひそこまでね、まあ。しかしでやんないけど。そこまでガチになる必要ないかもしれない。ちょっと感度下げよう。6ぐらいでいいや。俺感度マックスだってなったよね。でやってたら昔必ずマックスでやってたはずだけど、マックスはもう無理だな。ちょっと無理だな。あの頃は何だったんだろうね。あの頃もう COD 以外の FPS ではやらねえってぐらい COD やってたな。本当さ、アイラブ COD みたいな。最近そういうわけにもいかなくなってきたからね。おここにオリンピアあんじゃん。買うなよ。CO2で最強だった。ああ、そうだったっけ。え、実際強かったよ、オリンピア。ショットガンを使わないからな、あんま。ビヨンズ、お前めっちゃ、あ、お前はただオリンパスって言ってただけか、オリンピアのこと。そうだわ、オリンピアのことオリンパスって言ってたんだわ。カメラ会社の名前を、全然言ってみる。で、後にもうそれを本気で間違ってんの覚えてしまう。あれ、俺が黄色で、お前は何色だ？緑かな？緑か？え、ほんとか？うん。あ、ほんとだ。緑がビッグママで、俺が、イエロー。イエローモンキー。いや、懐かしいな。なんかね。ダイブが楽しい。ふっ！うわ、あ、ダメージ受けた。お。え？ちょっと、バカ野郎。俺が一回からする。死ぬの？オッケー。こうなった理由見てたか？さあ、ここでね、3ラウンドか4ラウンドぐらいに来たらね、ドアを開けるんだけどね。まあ、ポイントが一番高い人が開けるのが、まあ、お決まりじゃないかと。あー、じゃあ、お前だな。俺、おかしいだろ。誰だよ、高いの。おめえだよ。こっちじゃねえよ。お前、緑じゃねえのかよ。青だから。実はね、最近デッドライジング3とかもやったからさ、ゾンビ慣れた。ゾンビの感じがちょっと違うよね。やっぱ俺のとこから出てきちゃった。お、テキーラ取るぜ。お、これテキーラっていうの。これテキーラじゃなかった？いっテキーラジャキーン。俺ガプーンマしか知らないな。マックスアポーと。お、ダブルスコアいいじゃん。一番いい組み合わせだけど、もうこの辺になるとゾンビ来ないんだよな。え、どこに来てんの。あれ、倒しなさいよ。お前何してんだ。開けるか。あと4終わったら開けるか。いや、4開けるちょっときついから、もう俺次のドア開けちゃうから、お前開けちゃって。ここはっ。OK、じゃ次俺開けよう。よろしく。はっ。OK。で、サブマシを、まあ、買いましょうか。これ、SMG を買うのが、オーソドックスなね。奴らに道を示してやる。奴らに道を示してやるとか言ってる。懐かしのトレインが。まだまだやんないでしょ。でね、カーテンを開けて、ボーイナイフと、ジャガーノグをゲップするっていう感じでしょ。ボーイナイフはできればでいいけどね。うん。買っても買わなくてもいいしね。バリスティックナイフのね、強化版が強いからね、なかなか。あ、強いな。一発刺したら。キブキのさ、パワーアップ版も強くね。あ、強いけどね、あれだ、レイガンと同じようにね、自分にもダメージ判定があるから、ゾンビに挟まれて連射したらね、ラウンド終了したってことがあったな。MP7。 オーラオラ、あ、違う、これ MP7 じゃねえや。
上を見てる青い人がさっきさ2ラウンドで死んでるから心配なんだけど心配なんだけど上で見てんのが。いやまあそんな雑魚じゃねえか。あの頑張ってくれるか抜けるかのどっちか抜けられるのが一番困るけど。あのね僕がねあの BOO のねゾンビの動画を作ろうとしたんだけど野良であの4人でなかなか強い人たちが集まってやったんだけどあの3人とも気なくなってホストになくなって終わったNG になってお前ちょっと顔真っ暗で何も見えおあれこの辺この辺いれば見えるかえおなんか目真っ黒だなお前お前、ヒゲ生えてるよ。ヒゲ生えてる？どうは死んでないの？多分、味方がやってくれるでしょう。じゃあ。味方？やってくれるか？味方というか。何やってんの？あ？ガブーマが今。あ、ガブーンか。そういうことか。一通りバリケードとか直してるのね。なかなかいいんじゃないですか？貧乏症が発動だ。テクモしてますか？ここは白を開けてくれる。あの、そういえば、あの、ミステリーボックスがさ、10ポイントで開けれるようになるさ、あの、ファイアセールだっけ？あれやってね、死ぬ人はね、数知れずだよね。欲が暴走して。俺はそうだけどね。まあ、俺もそうなんだけどね。欲暴走タイプだね。俺に息吹をよこせ。実際欲しいじゃん。まあ、そうだね。一つのミステリーボックスに2人も3人も集まっちゃって、その上誰かがそれで、セレクトして、アイテム拾わなかったらもうその人切られまくるから BOR BOR あるだ出てきちゃった最悪ハンドガンで戦ってたね、まあ、サンダーガンをサンダーガンを取ったもん勝ちですよとりあえずあサンダーガンなんか欲しいねおいバカ野郎ちょっと待って回復しなかったんだよほら私を助けるように声だけに言われてお前なんか日本語音声面白い声だな最後えわ自分のことをわしと呼んでいるわお前もサメマシ強ハンドガンで今戦ってたけど名誉などない弾がないように名誉などないってよどうしちゃったごめんねダメだそれマナーとしてダメだよお前なんか気持ち悪いんだけどさあじゃあそろ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 開けてほしいんだけどな誰か開けてほしいないやワンコロ来てからでいいんじゃね開けてほしいなちょっとあなたの方がポイントが高いじゃないかあでもワンコロ来てからだなとりあえずワンコロ来てからの方がいいと思いますそうだなでまだどっかに生きてんの上がちょっととろくせえからまあ野良には付き物とか逃げてきたいるじゃねえか普通に俺が出たとくよしもうだいぶ前の話だけど、一斉アップデートで、ほとんどのステージにあの、ミュールキックっていうドリンクが追加されてるんだよね。何それ？あの、武器3つ持ちできるようになるってやつ。ああ、はい。ただしね、3つ持ちするとね、あの、一度死んで生き返った時にさ、あの、ドリンク効果切れちゃうじゃん、切れちゃうじゃん、全部。はいはい。その時に、あの、ミュールキック飲んでるとね、3つの武器のうちからランダムで消されるからね。そう、ゾンビ動いてんだけど。え？え？え、何ゲッタンしてる死んだゾンビ動いてるえ、ゲッタンいや、わかんないね、こいつえ、あ、キュート俺の画面でめっちゃ動いてたんだけどマジでかかってこい、ナイフで切ってやるなんでナイフ切るが一番ポイント高いんだろうな謎すぎだよなてか、俺んとこ来ないんだけど俺んとこ来ないわワンコロ遅くねワンコロ遅いなすげえ、タケさんすんげえヘッドショットしてるわ。俺のとこ来た。お、ダイヤペア。終わった瞬間俺のとこ来たんだけど、なんだお前。俺、マスタリングサリーは俺別にいらないから、初期武器は捨てる方向かな。お。俺はなるべく取っておきたいんだけどな、せいかな。強化武器がなんかすげえかっこいいんだよな。うん、かっこいいね。タケちょっと待って、タケ何をしている。俺が行くわ。めっちゃ来てんの闇に帰るがいい。いや俺も行こう。おお。
2倍だ2倍だ、助けろ。そう、俺あ、じゃあ お前頼む。あ、もう大丈夫だ。さて、そろそろ開けてほしいな、誰か。そろそろ誰か開けてほしいな。せやな。あ、でも先にこっちこれ終わらせよ。お、タケが開けてくれない。いや、別にいいもん、まだこれ終わったら、これ終わって開けなかったらちょっと嫌だけど。まあ、そのあたりは僕らが開ければいいんだけどね。やだよ。いや、だってNG になった俺のゾンビをやってた、収録していた動画なんて、結局全部の動画は僕が開けましたよ。一人で。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。待て待てて。ね、狼が終わったら必ず弾が出るから、まあ贅沢に使っていっちゃうわけで。やらせはせんぞ。痛い。ぶつかってきた。おい。そういう時もあるよ。ほら。お前ジャガーノグ飲んでから死んでばっかりじゃ困るぜ。ジャガーノグ飲んだら死なねえよ。もうなくなったわ。お前が最後か。違う、こいつか。違う、こいつじゃね。見て。あ、どっち。おい。あっち来るだけ。あ、開けてくれた。おー、ボックス俺が一番。はいはい、クソでいいよ。来い来い来い。おお。3点バーストのあれだ。これ強化したらね、レイガン。え、うっす。これサンダーガン来たー。え、嘘ガチで。誰俺。よこせ。いいで、サンダーガン俺の。ほら、なんだとこの。あ、マジだ、いいな。お、俺のこの G11G1 を見ろよ。お前どうだこれ。いいな、3000万。いいだいいだろいいだろ、あげねえですよ。俺も欲しいぐらいだ。じゃ、サンダーガンならもう死なないでしょ。死なないよね。あ、間違った、テレポーター押しちゃった。間違った。やろう。あ、そうだ、俺、ボーイナイフ買ったから。切りまくろう。ジャガノグ飲んでくよ。飲んだ、もう。あ、カップン、カップン、ちょっとやばい。カップン取れ。彼助ける。あ、助けられないってね。ちょっとドリンクを早めに積んでおきたいな。サンダーガン早くね。てかサンダーガンはもう一人一個しか出ないし。え、タケー。ちょっと俺も行こう。いいやつよ。ダメ。あー、無理だもん。ちょっと俺がナイフで切る。邪魔だもんね。はいはいはい、生き返ろう、タケ。生き返った、タケ。ちっこいのが嫌い。ちっこいのなんかくっせーの入ってくるからね。そうなんだよね。あ、で、このね、3点バーストの G11J はね、これ強化するとね、フロートになるんだよね、なぜか。だからもう初期武器が劣化版だよね、これ。初期が。あ、ボーイナイフ買おうかな。てか、まだ一撃で死ぬよな、ボーイナイフ。ボーイナイフどうだっけな ?11 ラウンドぐらいまで死ぬんだっけな。ね、このね、ビッグボーイナイフで。なんかいい。じゃあ俺はちょっと、いずれやるだろう、トレインのためにクレイマーを積もう。トレインはまだいいな。俺はクレイマーをここに積もう。ボーイナイフ強っ。ビッグボーイナイフだ。面白いだろう。サンダーガンよこせ。ボーイナイフなんていらねえよ。あげるか。いらないわ。だからゾンビに挟まれたら撃っちゃえ、早速。うん、撃つよ。バンバン撃つよ。決殺武器、あれ、サンダーガンったら角待ちできんじゃん。決殺武器だよね、確か。そう。ポイント入んないけどね。あれ、そうだっけ。あー、吹っ飛ぶだけだからポイント入んないはず、確か。お前がゲームオーバーになったら俺がサンダーガンを手に入れるチャンスができる。チャンスしかないけど。ちょっとテレポーター動かせるようにしておこう。
サンダーガンレベルアップいらないよな、まだ。コア、リンク。ボーイナイフ楽しいんだけど。じゃろ。ニュールキックはちょっとね、武器3つ持てんのはいいけど、何か武器失ってしまった時の絶望感やばいから、やめとくか。ダブポイント。お、これはバリケードに張り付くしかない。なんで？え、あ、あ、マジか。バックアップを取っちゃった。ちょっと待って、クレーマー積もう。クレーマーをね、ここにたくさん積んでいくわけだ。はい、よし。ん、もう10で10ラウンドで一撃で死なないんだけど。あれ、そうだっけ。うん、なんか今知らなかった。なら多少撃ってから来ちゃう。なんかちっこいのは、ちっこいのは死んだわ。あ、ちっこいのはまだ死ぬはずだわ。これこれ、あれ届かない。ナイフは届かない、ナイフは届かない。はい、ほい。ちっこいのが11までか。ナイフのモーションがかっこいいよね。わからなくもない。はい。こんななんかね、ナイフみたいのがね、デッドライジング3にもあるんだよね。おお。武器強化はね、犬がもう2回ぐらい来るまではいいと思うんだよ。実際ね。うちにサンダーガンもね、強化、あの、鉄殺武器なのは変わりないし、強化しても弾増えるだけだから。そう。サンダーガンは別に弾なくなってきたら使えばいいし。うん。あ、ていうか彼もさ、彼早速トレインやってるな。俺もトレインやろ、知ったら。どこでやるんだい？てか、サンダーガンならトレイン楽勝でしょ。うん。詰まったら撃てばいいし。もう俺最強だからさ。こう。BO2 のトランジットとか君何回死んだ。BO2? トランジット、どこん、あれトランジットって名前じゃなかったっけ。あれタウンじゃね、俺らいつもやってたもん。そうだっけ。あれトランジットってなんだ。トランジットって全部の名前じゃないの。そうだっけ。あのバスに乗るのは結構面白いじゃん。あれ俺らタウンだけでやってる。ひたすらあ、ごめん撃っちゃった。ハイズリゾンビ撃ってしまった。別に良くね。別にいいか。まだそこまでのラウンドじゃないでしょ。後の方に行ったらハイズリゾンビすげえ貴重になるからね。うん、うっぬっ。あ、来たサンダーがぶっ放せ。じゃあ君とってのバス行こうかな。真ん中にいる。四方。俺は真ん中にいるよ。じゃあ俺サンテバスのこのランダムボックス回してる。サンデンバーストのこの最強の武器は。どこどこ。あれ犬いない。あ、てかボーイナイフ使えるな。ほっ、よし。ボーイナイフまだ使えるわこれ。はい、ポイントには余裕持たせておくかな。もしものために積み立てよう。ランダムボックス回したいんだけど。よい。多分この犬のラウンド終わったら、あのタイムセールとかもそろそろ湧いてくるんじゃないかな。うん。久々のゾンビなかなか楽しいな。取るの早いよ。じゃあ俺はクレームは積もう。お前はどこのゾーンでトレインというか。最初の犬来たとこ。ああ、あそこ、あそこか。あそこサンダーガンないとかなり難しいとこじゃん。レイガン出た。え、いや、そりゃいいでしょ、さすがに。やった。え、取ったの。取ったよ。取ったのかよ。え、サンダーガンは持ってるし、もちろん持ってるよ。サンダーガンレイガンだよ。今日運いいな。いや、俺昔サンダーガンってレガ来てサンダーガン交換しちゃったことあって。なんか言ってた記憶あるな。うわー。
ちょっと俺このサンダーガンより強いこの G111。 待ってモニター消えた、待ってやばい、まあ、やばいモニター消えた、ちょっと待って、ちょっと待ってモニター消えた、あ撃つと撃つと撃つと撃つタブで、いや Y の LG モニターが勝手に電源が消えた。 LG とかマジ東芝だから、東芝じゃない三菱三菱のモニターってあんま俺聞いたことない。俺三菱だよ。全然悪くないよ。いや、ワイはあの、ライフイズグッドのちょっとお得なやつ買っちゃったから。皆さん、三菱おすすめですよ。ステマかな？いや、ステマじゃない、もう宣伝じゃない。いや、マジで、普通にいい。いや、LG おすすめだよ。これ21.5インチ、これ。いや、山田くんでね、あの、9000円ぐらいだよって。安いな。でも、俺も、このディスプレイ、あ、なんもだろう。なんか、なかなかいいの買ったはず。はい、スプレーは奮発したわ。これね、あの飛行宅だからあんま映画鑑賞とかには向かないけどね、お金がない人はまあ妥協できるレベルだね。え、飛行宅ってあれか、あの反射するやつ。うん、反射しないから、まあ、画面に自分の顔が映んないんだよね。ああ、それが飛行宅か。そういうこと。あ、俺もそれ。うん、あれそうなの。うん、まあ別に飛行宅でも別に飛行宅の方がよくね。まあそうだよね、逆光は逆光で見づらいじゃん、光沢。なんかね、あの、綺麗な映画を見ていると同時に自分の顔を画面に映ってる。そうそう。嫌じゃん。これが嫌でさ。別に俺顔に何があるわけじゃないけど。痛い、痛い。え、福笑いみたいな感じで顔のパーツがずれてるとかしないの？死ね。何言ったいの？笑ってるの？気持ち悪いんだけど。いや、そんなこと言ってさ、あのゾンビ長いからさ、そんくらい言ってないとあのやってらんないんだ。そうだよね、そうだよね。スピードコーラ買おうかな、どうしよう、買った？ああ、ちょっと俺もなんかドリンク飲むかな。スピードコーラ買っちゃおう。リロードが速くなるコーラちょっと先飲んどくかな。え、スピードコーラそれじゃないのか。ん、あれ、あ、これか。なんか名前的にそうじゃん。あ、そうだ、ちょっと飲んどこう。ゲーっとな。さあちょっとブーキスピードコーラでスピーディーな人生を。スピードコーラでスピーディーな人生をって言ってるの。言ってるわ。いや、武器はまだいいかな、セールを待とう。いや、俺もレーガンサンダーガンだからいいんだけど。ポイン、あ、殺しちゃった、ごめん。いや、よくね、別に 俺はクレイムワーを積む。好きだなクレイムワーがもうかなり重なってるわ、これ。これも積んで13レベルね、13レベル、13ステージ、13ラウンドだ。あ、ラウンドな、そう、出てこなかった、まったく。はい、よし。そろそろね、あのボーイナイフに頼ってるとね、死ぬかもしんないから。もうレイガン頼りなんだけど、さっきから。ああ、うい、俺が取ったわ。タイミング早くね、取るの早かったかも。400ポイントうまいよね、これの。なかなか。まだ2回だぜ。ほらほら。あ、リロード早っ。リーなんてエイムむずくね？エイムむずいっていうか、苦手なんですけど。近くに撃ちすぎたら自分もダメージ受けるしね。実際リーがそんな強くない説。まあ、強いっちゃ強いけどな。時には強くて、時には役に立たない。うん。やばいやばい、なかなかゾンビ来てる。よいしょ。こっちね、スピードコーラ強っ。こっち3人もいるんだ。同じとこに一瞬殴った。危ない。先ほど2回ぐらい殴ったけど。あ、ちょっと大丈夫大丈夫大丈夫。どうしよう、なんでここ2人3人もいるんだろう。暇だな。おぉ、危ない。タケなかなかやるわ。マジで？トレイン達人だわ。おぉ。問題はだな。ここ2人もいるんだよな。ガチで苦手なんだよ。ゾンビガチで苦手なんだよ。いや、じゃあちょっと俺。あ、ちょっとタケお前ちょっとそれは、ちょっとお前。俺たちの名誉の方が気高い。待って、詰まってる。タケの死体に詰まってる。ちょっと待って。あ、テキーラ取るわ。テキーラってなんだ。あ、テキーラ嬉しい。テキーラだよな、名前。テキーラだけ。テキーラ恥ずかしいんだけど。いていて、おい、死ぬ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 、やべ。テキーラ、キルキルするから。
竹を助ける。竹だけにな。竹助けた。後ろは、あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。え、サンダーが撃て。なんか後ろから来てるの気づかなかった。おぉ、すごいね、普通。おぉ、ナイフ絡むんだよ、バカ野郎。ビッグボーイナイフ、面白い。さあ、そろそろ武器なんか、ちょっとこの3点バーストのゴミはちょっといらない。これゴミだ、お前神武器だろ。来い、猿が来てもいいよ。実際 LMG 欲しいんだけど。これドラグナフだ。取れよ。イエーイ。ねえ。ちょっともう今回。ハイズリ作ったよ。ハイズリ？あ、リガン作れるか。お、クナガ。ドラグナフはいらねえ。他のとこ行こうぜ。そうしよう。ハイズリいるから余裕じゃん。箱に見捨てられてしまった。てか白い人、ホストの人さ、ポイントめっちゃあるじゃん。すげえな。どこ行った？待てよ、ここにもハイズリゾンビいるな。2対1もいいでしょ。どこ？あ、これは、あっちだ、ここの部屋だ。開けなきゃいけないとこ。ちょっと みんなで開けに行こう。いや、開ける必要ないわ。いや、あそこか。あれ、これってこっちで合ってるな。あ、ここだ、ここ。俺が一番。あ、取られた。お前につけ込んだみてえな味だ。おぉ、しっかり。次、俺のターン。ポイガンとか。俺のターン。別にいらないんだ。お、まあいいでしょ。あ、かます？かますだわ。タケ。めっちゃ痛いです。お、タケ。お前霊感持ってんだからいいだろうよ。猿欲しいじゃん。猿？いらねー。いらねー。え、取っちゃえよ。いらねーよ、死ね。俺ちょっとハイズリゾンビと戯れてようかな。こいつもう一回回った、もう一回回した。順番をちゃんとね。うい、竹3点バースト出た。何出た？見れなかった。竹めっちゃ回すんだけど。ハハハハ。タケ君なかなか強欲なのかな。はい、誰もさタケか。ハハ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 ハ。見つからないように。あ、入り口だわ、ミステリーボックス。まだ回すのか、彼ら。俺なんかもうサンダーガン出てこないからさ、機関 LMG かなんか出てくれると嬉しいんだけど。LMG 欲しいな、レイガーより欲しいんだけど、全然。実際レイガーいらないんだけど。ショットガン。機関強化でさ、デュアルブックがなってほしいな。どこ場所。え、あの、最初はちょ。これボルトアクション。それ俺がタケ回しすぎじゃね。俺が回そう。ちょっと俺なんか MP40 の代わりになるものがレイガン。レイガンいただき。レイガンゲット。タケもう回せないじゃん。バイステック出てる。おお、いいね。え、でもどっちかというとタケは死ぬ側じゃないか。俺も一回回そう。猿来るでしょ、俺の今の運なら。君たちそろそろラウンド回しましょうよ。うい、クマさん。バリケード直そう。そろそろ回すいいよね。どこに来るかな。あの左の方に行かれるのが困るんだよね。ダブルポイント出たんだけど最悪。うわ、最悪だ。ドア開けないと。そっちの、じゃあもう倒しておくね。あのそこにミステリーボックスだとね、あの劇場側のドア開けたらね、ちょっとゾンビ来ちゃって邪魔になるからね、ちょっとやってはいけない一つの行為なんだよね。はあ、
ダメだよ、開けちゃダメだよ。じゃあもう始めちゃうか。もういいでしょ、さすがに。うん、いいと思います。あれ行くっぽいな。あ、違うか。これはもうやっていい感じでしょ。あ、やったわ。タケが容赦なしでやったわ。タケポイントないから。タケ、あのタイムセールってのを知ってるか。タイムセールの方がお得なんだぞ。知らないんだよ。さて、俺はどこでトレインをするべきなんだ。入り口でちょっとやろうかな。先に邪魔されそうな予感。ストップ、ストップ、やばいやばいやばい。え、イヤホンが、イヤホン、イヤホンが荒ぶって、今殺されかけた。俺ちょっとこのなかなか難しいところでトレインをするぞ。やっぱあの下水場のとこが一番楽だよな。そうなんだよね。トレイン下手だからそこでやらせてほしいのに。はい、サンダーガンだからいいだろう。まあな、俺死んだらよろしくね。竹が来たんですけど。竹何してんねん。ちょっと竹何してんねん。痛い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 。帰ってった。竹何がしたいのか分かんないんだけど。ミステリーボックス中。ね、溜まったらすぐ使っちゃう感じのあれなのか。パズドラの魔法石貯められない人みたいな。あっと、セール。セール。あ、セール。ちょっと待って。欲が。ショットガンだ。まずい。ダメ。もう一周したい。欲望が爆発する。タケ、あっ、私今大変なことに気づきました。レイガン交換しちゃった。もったいな。で、今何出た。あ、機関銃。機関銃いいじゃん。レイガンよりいいじゃん。レイガンよりいいね、これ。ちょっと待って、ここ俺トレインきついです。ちょっと映画館に帰らせていただきます。タケ邪魔してくんだけど。てかタケさっきトレインしてたところでなんでもうトレインしてないんだ。でならちょっと場所いただくわ。トレインじゃなかったんじゃね。トレインじゃなかったのか。必要だったに追いかけっこしてたのがトレイン。なるほど。あ、ガブーマが出た。ちょっと取っちゃうよ。見えないかも。死への道を歩んだ。タケ取っちゃうよ。タケゲット。OK。 天の太陽の光で魂を浄化されるがいい。まだ反応続くか。ちょっとこれハイズリ、これハイズリ残してくれたらちょっともう一本ドリンクを詰めに行こうかな。何飲むの。え、あのやばいやばいやばい、ドア開ける必要あるな。なんて名前だっけ。一発の銃弾の効果が二発になるんだっけ。どうだったっけ、覚えてないや。ちょっとこれ欲しいんだけど。ハイズリ残しちゃおう俺一応。あの、あ、そうだ、武器のレートが上がるってぐらいだ。あ、欲しいな。え、そんなレイガン関係あんの。え、いや、レイ、あの、その辺は関係ないかもしれないよ。なんだ、ならいらね。でも機関銃欲しいからな。サンダーガード交換してやるよ。できるよ、していいよ。テキーラー、イエーし、最強。ならちょっとドリンク詰めに行こう。ボーイナイフ絡むりまくるんだけど何。でかいくせに。ドリンク積みに行こうっと。もう行こう。奥も行け。これだ。ね、ダブルタップルートビール。ルートビール。うまーい。よし。今どこにあるの？これ。今ね、あの最初始まったところの左の部屋だわ。あ、で、タケがミステリーボックス帽子さんにまたミステリーボックスの部屋を開け始めた。強欲なタケめ。だけど君にはショットガンしか出てこない。商品でもあんのか。なんだ。タケが音楽を鳴らし始めた。タケ。俺がミステリーボックス開けよ。
竹うるせえ、いらない。おれよ、なんで竹と同じもん出てくんだよ。じゃあ俺が犬を出してやるよ。猿を出してやるよ。猿？お、すげえ、ロックで我々の実況が邪魔されてる。よいしょ。取れよ、チャイナレイクだぞ。何使うんだよ。じゃあ次タケの番だ。じゃあタケの、タケのね、運の良さを見てみようか。タケやれよ。タケこれで最後な。あけあけ入ってった。いやでもポイントないもん。新しいの来た。だって僕が開けよ。お前もポイントないよ。いやこれこれ最後で。あーそうか。でって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 この人めっちゃジャンプしてる。マリオかな。俺ちょっと少なすぎなんだけど、俺とお前。あ、ここに来た。ここに来たけどね。あ、そうだ、俺、ひ、俺、ちょ、え、お前か。おぉ、お前、運良すぎだろ。お前、いるから気をつけろよ。ちょ、オッケーオッケー、俺、ファマス交換したい、何かと。いらねえよ、だから。もういいや。何、チャイナリーク大好きじゃねえ。チャイナリークばっかり出てくるよ。いや、俺、運良すぎだろ。お前、俺、バリケット閉じるわ。LMG 欲しい。バリケット閉じよう。この曲いつ止まんのかな。家の中に出てくる。あ、ラウンド終わった。よし。ちょくちょくゲームが重かったりするね。それが買い逃げだな。とりあえずクレイモアは積むと。Everyone rise。本当ゾンビのゲーム苦手。あ、やばい死ぬ。え、嘘。うい、サンダーガン最強。なんかもうデトロイトメタ、次デトロイトメタルシティの BGM で行こうか。デトロイトメタルシティ、なんだっけ、漫画だっけ。え、漫画でもあり、ケンイチでもあるわ。あ、ケンイチか。まあ、映画見たちですね。俺はトレインをする。曲でゾンビの足音が邪魔されるね。タケ、タケゲーム楽しみすぎだろ。タケセンスあるわ。